死なねえぜ、相棒。やっぱりグランドラインの中か！ワンピースをよー！俺の財宝か？この世の全てをそこに置いてきた。ワンピースは俺が見つけるぞ。人の夢は終わらねえ。きっと彼氏の頃、立派な海賊になってな。同盟だ。カイドウの首は俺がもらうぞ。最果てへと導く海賊ゴールディ・ロジャー。800年前の大昔、その光月一族の腕で作られた壊せぬ書物、それがポーネグリフぜよ。その赤い石の名はロード・ポーネグリフ。赤い石ロード・ポーネグリフは世界に4つある。残る3つのロード・ポーネグリフにも同様に記されている。その位置を知り、地図上で4つの点を盗んだ時、その中心に浮かび上がるのだ。ラフテルがな。やれるか君。グランドラインはまだまだ君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。ドフラミンゴ4号、お前らこいつらに喧嘩不動手はあるのかよ。海軍大将だろうが、軍港だろうが、責任ぶっ飛ばしていかなきゃ。